こんにちは、はちみつマイスターおしゅんです、今回はですね第74回目の放送になります。おかげさまで7000人登録者数が突破ということでありがとうございます。本当にこういったはちみつというねマニアックなお話の中でですね7000人もの方が私の話を片耳を持って早送りをして聞いていただけるということは大変ありがたい話でございます。これからも私が今まで培った蜂蜜の話であったりだとかしていきたいと思っております。まだまだネタは尽きないぐらいありますので、機会があったらこのまま、ね、チャンネル登録の方よろしくお願いしたいと思います。で、今回74回目ということで、お客さんからよくこれもよく聞かれる話なんですけど、蜂蜜を食べ過ぎるとどうなるのとか、1日に蜂蜜の目安って何かありますかということでお話をしていきたいと思います。皆さん大体1日の蜂蜜の目安ってどのぐらいだと思いますか？あくまでもね、お薬じゃないので使用量っていうのが明確に決まっているわけではありません。ただ一応おすすめしておる目安としては、カレースプーン、こういう 大口の、カレースプーンでありますね。これを、1杯から2杯程度というのが成人男性の蜂蜜の1日の摂取の目安と考えてください。もちろんね、ちょっと、糖質制限されてる方なんかはカレースプーン2杯では多いですから、このようなティースプーン1杯程度で考えていただいた方がいいんですけども、一般的な、健康な成人男女問わずですね、日頃の蜂蜜の摂取量というのはカレースプーン、1杯から2杯程度を目安として、食べてください。じゃあそれ以上蜂蜜を食べたら一体どうなるのということで、皆さんどういうふうにお考えでしょうか？もう当然何事もですね、食べ過ぎはやっぱり良くないです。で、いくら健康に優れた蜂蜜といえばでもですね、糖分なので、これ 600g ぐらい入ってるんですけども、これを1日に1瓶ぐらい開けてしまうぐらい毎日食べられたら当然蜂蜜は太ります。あくまでもカレースプーンを目安に、蜂蜜を取っていただくと、するとこんだけ甘いもん大量に取れば気持ち悪くなります。私もですね、正直季節に入ると全国の、養蜂家さんから蜂蜜が私どもに入ってきたりしますので、蜂蜜の味のテイスティング検品を行います。で、まあそういった時なんかは全部の蜂蜜を、まあもう何百貫とか、多い時は5、600貫、ぐらい、海外行くとですね、なかなか時間の制約もあるので、1日で養蜂家さんから届いた蜂蜜をですね、検品しないといけないことがあるんですけども、多少しか取ってないんですけど、やはりそれでも気持ち悪くなるぐらい、になります。ですからまあ何事もそうなんですけど、多量摂取っていうのはあんまり良くないので、蜂蜜をたくさん食べ過ぎるとまず気持ち悪くなるのもあります。場合によっては多量に蜂蜜を食べると下痢の症状を起こす方がおられます。これは蜂蜜中の酸、グルコン酸っていう酸があるんですけども、これが微量にですね、蜂蜜の中に入っておるんです。まあこれは本来は腸をきれいにする作用がある大変有効な酸なんですけども、ただこれもですね、多量に取れれば腸がオーバーワークしてしまって排出しようとして、下痢症状を起こしたりすることがあります。蜂蜜をたくさん食べ過ぎたらですね、どういうことが起こるかっていうと、まず多量に食べ過ぎたら当然太るということ。それと2番目は蜂蜜食べ過ぎたら気持ち悪くなるということと、場合によっては3番目、多量に食べ過ぎたら下痢を起こす方がおられるということが考えられます。ですので、日々の蜂蜜ライフの目安としては、このようなカレースプーンを1杯から2杯程度、ちょうど食パンとかにつけるんでしたらカレースプーン1杯で、ほぼほぼパン1枚でやったりだとか、ヨーグルトでしたらちょっと多いぐらいの量ですので、カレースプーンを目安に皆さん蜂蜜の1日の摂取意識していただければと思います。ぜひこれからも良質な蜂蜜を食べていただければと思います。以上、蜂蜜マイスターおしゅんでした。ゆるぎれやじゃないよ、またまた。ではでは、曲がらないです。私は、はい、ご視聴ありがとうございました。今回の動画はいかがだったでしょうか？もしよろしかったらいいねボタンお願いしたいと思います。またチャンネル登録のほどもぜひお願いします。引き続き蜂蜜のことであったりだとか、ローヤルゼリー、プロポリス、
マヌカ、ミツバチのことについてお話していきたいと思いますので、ぜひぜひご覧ください。コメント欄にこんなこともやってほしいなということがありましたら、どしどしご応募ください。以上、はちみつマイスターおしゅんでした。ではでは。